はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、ファミコン版東海道53次始めていきたいと思います。このゲームはね、小学校時代プレイしてましたね。まあ自分で持ってたわけではなくて、友人家でねプレイした程度なんですけど、このゲームねめちゃくちゃ難しいんですよ。まあ東海道をね、東京まで渡っていくっていうストーリーだと思うんですけど、おそらくねこれめちゃくちゃ難しいんですよね。一面は簡単なんですけどね。もう一面はね、歩いてるだけで攻略できるんですけど、下手したら二面で死にますね、このゲーム。確か、有野課長がね、あれ全クリしたんだったっけな。あの回面白かったですよね。なんか歌とかあって。AD の鶴岡さんでしたっけ。歌歌ってましたよね、これ。一面は簡単なんですよ、これ。本当に。しかし、二面から激ムズ難易度ですよ。何これ、この黒いの倒したいんだけどさ。赤影を追っかけてくるからね。ちょっと難しいな、これ。丸ボタンがジャンプですね、これ。これもね、プレステ3でやってるんでね。ちょっと難しい。よし。黙々とやりますね。下手したらね、このゲーム、集中しないとね、二面で死んでしまうんで。それでは何もお見せできないというね、事態に陥ってしまうんで。と言ってたら本当に二面で死んでしまいましたね。もう一回やります。もう一回やらせてください。本当ね、このゲームね、面白いと思うんですよ。アイデアもね、東京かどうかしますが、江戸ですかね。江戸ですかね、当時は。江戸まで東海道を登っていくんですかね。そういうね、設定は面白いと思いますしね。操作性も悪くないんですよ。ただいかんせん難易度が難しすぎて、当時の小学生はこれ難しすぎてね、先まで進めない人が多かったんじゃないかなと。いや、この辺ほんとワクワクするんですよ、一面はね。ところが二面からちょっとこれボタンのね配置を間違えるな。マジかよ、このゲーム。もうちょっとマシなプレイ見せられると思うんですけどね。てて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 。無念でござる。もう一回やります。歌ったね、 AD の鶴岡さん。鶴岡さんですよね、確か。これをね、この上のキーで歌うっていうのは難しいですよ、男、男性がね。声出ないはずだ。この回のね、ほんと、有野課長の大冒険、有野課長の大冒険じゃあ、なんだったっけな。ゲームセンター CX ね、神回なんで、ぜひ見てください。面白かったですね、これ。記憶残ってますね。まで、まあ昔のゲームなんでね、これパターンがね分かればそんな難しくはないんですよ。パターンをつかむと、無念でござる。もう一回やりますね。ほんと一面はね、歩いてるだけでクリアできるんですけどね。二面からほんと超むずい。隠しアイテムをね、集めていかないといけないんですよね。関所とかあるんでね。関所には何でしたっけ、なんか必要じゃないですか。
ね、手紙、約束手紙じゃないわなんか必要なんですよね。それがないと関所通れないっていうシステムもあったりしてね、難しいんですよこのゲーム。関所まで進みたいんだけど無理そうですね。最近ニューファミコンやってるんで、ちょっとねボタンの配置が逆になってるんで、それで戸惑うんですよね。まあ言い訳になりますけど、やばい、やっぱやっと死んでくれた。このねこいつもやばいやばいどうしたらいいか分からなくなりますねこれ。あれこいつね、スペランカーのね爆弾みたいにね設置しないといけないんですよね。あれ難しいな。もう一回やります。一人で乗ってますけど。このゲーム難しすぎるわ。このゲームクリアする人って本当ゲーム上手い人だと思いますよ。本当に難しいこのゲーム。もうちょっとそうでも先に進めると思うんですけどね。ちょっとね、もうちょっとやり込んでからやればよかったな。ひどいですねこれ。難しいなこれ。これ難しい。人にね、花火ですよねこれ、爆弾じゃなくて。よし、やっつけた。これでいけるか。爆弾を置くと。あれ、近すぎた。もう最後の1回にします。泣きの1回。最後の1回にしますね、本当に。これで2面クリアしたい。さすがに、この、ねえ、状態ではちょっと恥ずかしいんで。隠しアイテムの場所をね、覚えないといけないんですよね。全クリを目指そうと思ったらね。いいアイテムが出ませんね。もしよく OK 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 当たってない。赤影マジかよこれ。今運良かったな。よし、オッケー。この辺、あ、ボタン間違えた。ボタン間違えたな、今。もう大丈夫っしょ。よし、オッケー。やっと先進めたよ。危ない。よし、OK。おにぎり。ああ、もうこれ戻れないよね。当時のファミコンはね。この鉄砲撃ってくるやつもね、結構怖いんですよね。難しいな、OK。というわけでね、今回これで終了したいと思います。このゲームね、見かけによらず、もう激ムズ難易度なんで。
ゲームの腕に自信ある方はぜひ挑戦してみてください。そういうわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。